こんばんは、鹿の間です。今週も1週間お疲れ様でした。なんと今週が4月最後の週というのを知ってね、すごく驚いてるんですけど、新生活が始まった皆さんは4月いかがでしたか？もうね、またコロナが増えてきてね、県ごとによって緊急事態宣言になってるとこもあると思うんですけど、最近ねフォロワーさんからオンライン授業になりましたっていうメッセージだったりコメントをいただきまして、まあもちろんね家にいるのって楽だし楽しいと思うんですけど、さすがに暇じゃないですか。なんでね、そういう自粛期間だったりオンラインでね家にいる方に向けて、ちょっとね YouTube の方も楽しい動画いっぱい作っていきたいなと思います。ということで今宵の動画はじゃじゃん、ロフトの購入品紹介をやっていこうと思います。まあまあロフト久しぶりに行った気がするんですけど、行ったらねまた中華コスメの最新作的なのが並んでてね、もう見た目で買っちゃいましたよ。もうね、なんでこんな可愛いコスメってワクワクするんだろうってね、買い物を多分1時間ぐらいしてたかな。私ね今年第2回目ぐらいのねダイエット並みっていうのが来てるので、ダイエットグッズとかも今回購入しました。美しくなれるアイテムたちが揃ってますので、何か参考になったらいいなと思います。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくりしかの間でお過ごしください。それでは早速紹介していきたいと思います。まず一つ目は今実際につけてるリップです。アイムミミのミステリーブラーティント3番でございます。色味がですねこんな感じ、マットリップなんですけど、ちょっとオレンジっぽい感じかな。なんかね雲みたいなマットリップで、塗るとねふわーっとしてねすごい可愛いんですよ。なんか上品な濃いめのオレンジって感じですかね。韓国メイクでね下唇をボリューミーに見せるメイクっていうのがすごい魅力的だったので、最近私よく真似するんですけど、まあ、上唇は普通に塗って、下唇に関してはちょっと幅広めにぼかしてます。これするだけで結構韓国っぽいメイクにもなるので、お気に入りのリップメイクかな。続いて2つ目が HQ ヒアルロニックアンプル UV スティックでございます。これもねなんか黄色とピンクとブルーで3種類あった気がするんですよ。確かトーンアップとサラサラタイプとあの潤いタイプですね。でこのブルーが確か潤いタイプで、めっちゃ悩んだんですけど、ちょっとねあのサラサラ系はパサパサするかなと思ってしっとりタイプにしてみました。開けるとこんな感じです。なんかすごいプルプルしてて可愛いですよね。 SPF が 50+ で PA4+ でございます。ほんと日焼け止め命で、バスとか電車車に乗る時も絶対に日焼け止め塗るんですよ。でも毎回ねあのチューブ型のさ日焼け止めチュッて出して塗ってるの結構ね目立つしめんどくさいので、まあこの辺に塗るにはねスティックタイプとかでいいかなと思って買ってみました。スティックタイプの日焼け止めの一番嬉しいポイントっていうのは手が汚れないところなんですよ。ちょっとへこんでるんで腕とか足綺麗に塗りやすいんですよ。こうやってちょちょちょって塗ると、一応これツヤタイプではあるんですけど、しっとりしてるの伝わるかな。こっちが塗ってなくてこっちが塗ってる方なんですけど、比較するとやっぱねツヤが出てますね。まあ例えばなんですが、首元とかネックレスしてるとさ、チューブタイプだと垂れてきたりしてついちゃうので、いちいちネックレス外さないといけないんですけど、これはねネックレスの部分を避けてピンポイントで塗ることができるので、めんどくさがり屋の方だったり塗り直しよくするよって方はおすすめです。次、じゃじゃん、ツイッターで気になってたプリューオーの PT リペアでございます。これはね書いてあるんですけど、まとめ髪用のポイントブラシということで、アホ毛とかね髪を結んだ時にちょちょちょって毛が落ちてくるじゃないですか。まあその子たちを救って髪を綺麗に見せてくれるというアイテムで、本体はこんな感じでマスカラっぽい見た目をしてますね。あ、長い、なんかちょっとこれ長すぎてゾクってしちゃったんですけど、デカめのマスカラって感じですかね。例えばなんですけど、こう毛がねアホ毛立てるのわかるかな。この子たちを抑えたいなって時とかに使うらしいんですけど、収まってる、ちゃんと。なんかね別ベタベタするわけじゃない。あ、でもさっきよりさちょっと落ち着いた感じしません？ほら、あとなんか前髪の乱れにもいいらしいんですけど、ちょっと前髪今乱れてるかな。まあ、確かに櫛みたいな役割、あ、でもまとまってるわ。確かにこれいいかもしれない。若干塗りすぎると濡れてる感じに見えたりするので、塗りすぎは禁止ですね。次の購入品がスキューズミーミゼルエディシアグロースティックチークでございます。見た目こんな感じ、スティックタイプのチークになるんですけど、お色目が2番でございます。
なんかね、これマルチで使えるそうで、一応チークではあるんですけど、アイシャドウとかリップにも使えるらしいです。あー、なんかファンデーションが取れてきた。ちょっと一旦手に出して色味見ていただきたいんですけど、こんな感じです。かなりね、ツヤのある仕上がりで、ほんのりピンクって感じですかね。なんかめっちゃ濃く色がつくってわけでもないから、すごい使いやすいです。そう、スティックタイプってツヤ感が出るので肌が綺麗に見えるんですよ。だから私好きなんですよね。ちゃんと塗るときはパウダーして塗った方がいいです。今パウダーしてないんですよ私。続いての購入品はフラワーノーズリトルエンジェル12色アイシャドウパレットでございます。見てこの大きさ、でかすぎん？うち今まで買ってきたアイシャドウの中でこれが一番でかいかもしれん。なんかね、2種類あったんですよ。黒と白が、もう完全にパケ買いだったんですけど、中身もね可愛くて、どっちにしようか悩んだ結果、白の方が私っぽいということで白にしました。おーおーおー、でかいでかい。見てこのゴージャスすぎるビジュアル。なんか神専用のコスメっていうか、天国で販売されてそうなぐらい神々しいデザインです。で、中がですね12色カラーが入ってるんですけど、このまた枠がねシャレとるんよ。この辺がねマットカラーで、重ね付けするとすごいおしゃれになるかなと思うんですけど、黄色とかね特徴的な色も入ってます。黄色ってかゴールドかな。この辺も締めカラーに良さそうな濃い色ですね。ちょっと色味気になるので、このオレンジ使っていきます。今何もアイシャドウ塗ってないんですけど、あ、結構濃かったわ。ちょっとだいぶ濃かったのでぼかします。やっぱ中国コスメ発色がめちゃくちゃいい。下にも塗ってみます。オレンジ塗ったんですけど、これだけでも結構可愛い気がする。このラメ気になるので塗ってみます。オレンジにピンク合うかなあ。でもめっちゃツヤ感綺麗で、この色を取る。で、涙袋にのせようかな。可愛いんじゃない？どうです、アイシャドウ。あの、まぶたにねラメラメのせてるので、こうやってまばたきするたんびきらめいて可愛くないですか。この目を伏せる時のツヤ感ですよ。めちゃくちゃ綺麗やない。まあ、マットケアは発色いいですし、まあ、持ち運びはできないんですけど、プレゼントとかであげる分にはすごく喜ばれると思いますし、まあ、持っててねいろんなメイクができると思うので、これも買いですかね。なんて言ったってね、意外とカラーが普段使うようなブラウンだったりオレンジ赤茶系のものが入ってるので、まあ、色はねそれぞれ濃いんですけど、薄めればすごい普段使いもしやすいアイテムと思います。てか、もう一個買ってたわ、フラワーノーズのハイライターです。こっちもね天使シリーズで一緒なんですけど、こっちはブラックを買いました。見てこれすごくない？ちゃんと浮き出とるんよ。開けるとこんな感じです。ホワイトのハイライターなんですけど、光によってねブルーだったりピンクになるお色味です。見てすごくない？天使がね彫り込まれてて、なんか英語も書いてあるんですけど、これは読めません。塗ってみるとこんな感じです。おっと、濡れてるって思う方もいるかもしれないんですけど、こうやってね光の角度によってピンクに見えたりもするんですよ。で、結構ね中国メイクっていうのはこういうピンク系にブルーとかね光るハイライトっていうのが人気で、このね鼻先に塗ったりする人が多くって、人間離れしたようなお顔になりますとか、頬のね一番上の部分、この辺ですかね。まあ、チークと重ねて塗るとねより自然にはなるんですけど、光の角度によってツヤがピンクになるんですよ。次、ラスト2個になったんですけど、ラスト2つはですねダイエット関連です。まず最初がトレーニングバンドのレベル2でございます。めっちゃ吸い付いとるんやけど、トレーニングバンド見たことありますか？まあ、もしかすると部活動生さんは筋トレとかにこういうのを使ってるって方もいるかもしれないですし、まあ、ジムとか整体でもねこういうの置いてたりするんですけど、私これ初めて買いました。で、今回ね買ったこのトレーニングバンドはですね3つ強度があって、多分まあ弱め普通強めっていうのがあって、今回ね私はビビって真ん中の普通にしました。まあ、運動はしていたので、まあ筋肉はありますし力はあるんですけど、さすがに固めだとねついていけなそうだったんで、まあ一旦最小ということでレベル2にしたんですけど、まあまあね伸びないなこれ。まあ一旦ここにこんな感じで使いますよ、ここに効きますよみたいなことが書いてあるんですけど、トレーニングバンドってねネットで検索すると本当にいろんな方法が出てきます。この写真
私のお姉さんは足につけてやってるんですけど、寝た時とかさ、ベッドでゴロゴロしながらスマホやってる時間っていうのは、体がだらけてて何もしてない状態なので、まあその時にでも太ももにつけてね、足をこうやって開いて閉めて開いて閉めてってすれば、足汗運動にもなるので、ちょっとそういうためにもやろうかなと思って買ってみました。こうやってね、引っ張ってるだけでも運動になるので、まあね、緊急事態宣言で、家にいる方も多いと思いますし、まあそういう時間を生かしてね、ダイエットやりたいなって方もいると思うので、こういうバンドを使ってね、一緒に運動しましょう。で、ラスト買ったのがですね、猫背改善のグッズですね。名前書いてないんですけど、なんかサポートベルトって書いてあるんですが、まあ猫背矯正するアイテムですね。私も意識してるっちゃしてるんですけども、気がついたら猫背になってるので、なのでそのいつの間にか猫背をね、卒業しないとなと思ってこれを買ってみました。こんな感じの白のベルトになってます。マジックテープを外して、こうやってね、後ろからつけるやん。ほんなら後ろにあるこのベルトを取って、でこっちも後ろにあるベルトを取ってつけるだけです。でサイズ大きかったかもしれない。これ後ろがねこんな感じになってるんですけど、 SM サイズと ML サイズがあって、今回 ML サイズ買ったんですよ。結構私肩がしっかりしてたので、 SM は入らんかろうと思って ML にしたんやけど、 ML でかいな。私が高校生の時によく使ってたこういう猫背矯正ベルトっていうのがバリバリ強くて、もう常にこうなってたんですよ。でもそれぐらい私は強さが欲しかったけど、これだったら普通に私の猫背の方が買ってしまうわ。でもまあないよりはマシかもしれない。引っ張られてるわ後ろ側に。ちょっと弱いとか言っちゃったんですけど、なんだかんだ肩がね外側に引っ張られてる感覚はあるので、まあすごいコンパクトでね、ストレスないし窮屈でもないので、でもこれだけ外に肩を持ってかれてるってことは、毎日つけてると姿勢は正しくなるかもしれないので、続けてみようと思います。はい、こんな感じでロフト購入品紹介やってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。まあ見た目重視で買ったものもあれば、本当中身重視で買ったものもあったり、もう本当に今回の購入品は持っててワクワクするものたちを選んだんですが、もう最近ね、なんか美容へのモチベがすごい高くって、まあそれこそ先週紹介したスキンケアもそうですし、今ダイエットも頑張ってるし、メイク研究ももっとしたいなって思ってるし、このモチベが上がってる今ね、もうたくさん詰め込んで可愛くなりたいと思います。なので見てる視聴者さんもですね、可愛くなるために何かね、私の動画が参考になったらいいなと思います。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。